口なし、マッチ棒なんか見て何してるの？シード、ふざけないで。ダメだよ口なし、火なんて見たらまた気分が悪くなっちゃう。それでも慣れなきゃいけない。この程度無理のうちに入らない。誕生会で分かったと思うけど、私の本当の家族はメビウスにはいない。6年前、私が中学の修学旅行で留守にした夜、家に放火されて、姉も全身に火傷を負って間もなく死んだ。私は姉が危篤の際ようやく面会を許されたけど、姉の姿を一目見て過呼吸で倒れて、見取ることもできなかった。声が出せなくなったのはそれからだ。火を見たり物が燃える匂いを嗅ぐと発作が起きるようになったのも。吐き出したら少し楽になった。他の連中には黙っておいて。口なし、かわいそう。大丈夫、ルシードなら信用できる。図書館へラガード狩りに行った時、美和坂英二たちとマイクロフィルム閲覧室で会ったのを覚えてる？後から奴が見ていた新聞記事の内容が気になって、ミュウに図書館のデータログを調べてもらったの。昔の新聞記事が読めちゃったこと自体バグなんだけどね。はい、あの人が見てたのはこの記事だよ。アイドルグループうずめ隊のイベントで金属バットを振り回し、メンバーの南出ひまりさんに重傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われていた無職男性の裁判員裁判で、みやび地裁は昨日、心神喪失により無罪の判決を言い渡した。ファンと触れ合う場でそんなことが起きるなんてひどすぎるよ。他人の人生をめちゃくちゃにしておいて、こいつは法に守られるのか？この事件を知ってるのか？そうか、私は犯人の名前までは覚えていなかったけど、当時大きく報道されたからな。7年前か。ルシード、高校生の寄り道の定番といえば。正解。行くわよ。ルシード、行こう。ねえねえ、何食べる？私、チキンフィレバーガー。ダメ、全員注文は決まってるわ。ミュウはダブルチーズバーガーの M セット、私はエビフィレバーガーのサイドサラダセット、ルシードは100円のフィッシュバーガーと水だけよ。そう、
ルシードが玉ねぎだとするじゃない？ルシードって玉ねぎなの？人間みんな玉ねぎなのよ。例えばルシードって名前が書かれた皮を1枚剥がしましょう。じゃあそう書かれた皮を剥いふーん、それも剥いだら、それもぽい、それもぽいよ。終わり？ご苦労様。さて、あなたが自分だと思っていたものを一つ一つ剥いでいったら、あなたの中に何が残った？あなたは何者？それでも今の自分を自分と言える？ね、自分が玉ねぎみたいに消えてなくなっちゃったでしょ？本当だ、ルシード、私が消えちゃったよ。違う。そう？アホか。それでも自分は自分だと言え。切れた。あなたって何も考えてないアホか。よっぽど強いんだね。私って何なんだろう。どこから来てどこへ行くんだろう。これではダメだ。私にもわからない。遅かったな。なあ、お前本当に図書館にいたのか。やっぱ一人だけサボってたんだろ。誰もお前の姿見てないんだぜ。おかしいだろうよ。あそこへ行ったの？じゃあちゃんと図書館にいたのね。何かってどういう意味？あそこで学士たちと戦って逃げてきたのよね。派手好きな学士や精神不安定な学士がいたからね。ハゲ、そんなことよりみんな部長くんを糾弾するのはもうやめよう。仲間割れなんて学士たちの思うツボだぞ。そうだそうだ、これからどうするかを考えちゃって。ビッグニュース！この後駅前でミュウのゲリラライブやるって。今から行けば間に合うかも。マジか。ゴシッパーでイケピーってドールピーが告知してるよ。告知したらゲリラライブって言わないような。イケピーですか。その人オスティナートの学士ですよ。だとしたらその告知は僕たちをおびき出すための罠じゃないのか。違うと思いますよ。その人自分をアピールするのが好きなんです。だいぶ痛い人なんで覚悟してください。わざわざミュウがどこにいるかを教えてくれるとは。それじゃあゲリラライブにみんなで飛
び入り参加しちゃって、ゴーゴー。いつも応援してくれて本当にありがとう。みんなこの街は楽しい、楽しい。あれがゲリラライブだな。すっげえ人だかり。これだけのデジヘッドを前にしてミュウを捕まえに行くのは自殺行為ですね。ライブが終わるまではおとなしく待つしかなさそうね。ミュウの横、あいつは小池。小池、お前のクラスメートだったな。そんな身近に学士がいるとはな。道理で少年ドールの居場所を知っていたわけだ。あの格好変じゃない？鈴菜ちゃんはああいうのあり？あんまり。そう？そんなに変？私全然ありだけどな。ちなみに私はなし。男ってだけで論外でしょ。よし、次の曲いっちゃおう。みんなまだまだいけるよな。みんなまだまだ持ってるよな。持ってる。何あれ？あれはメビウス・ジョーニーの負の感情だよ。あんなに無理やり引き出すなんて、何考えてんの？うえー、キモ。はあ、わかるよ。みんなの悩み、苦しみ、不安、願い。みんな辛かったんだよね。苦しかったんだよね。ずっとずっとメビウスにいればいいよ。ミュウ、もっと頑張るからね。ザー、ミュウ、俺と結婚してくれ。ダメだこいつら、完全に行っちゃってるぜ。ミュウの様子も少しおかしいというか、異様なライブですね。ミュウ、残念だけどここでお別れの時間なの。最後まで聞いてくれてありがとう。それじゃあじゃあな、みんな、次のライブでも最高に盛り上がろうぜ。ライブが終わったみたいだぞ。急いで追いかけちゃって、放っておいたらミュウが大変なことになっちゃう。大変なこと？このまま負の感情にさらされ続けたらおかしくなっちゃうよ。よくわかんねえけど、ミュウにライブをさせるのは危険ってことだな。帰る方法を聞き出す前にどうにかなられては困るな。とにかく後を追いましょう。ミュウの行き先なら任せといて。今のライブの話題がひっきりなしに流れてるし、私にかかれば余裕だよ。情報情報あった。イケピーのファンの書き込みで、この後はパピコに行くんだって。
スイートピーがいた場所ですね。私たちも向かいましょう。あ、イケピー発見。尾行気づかれてたか。当たり前だろ、バカにすんな。小池、お前がオスティナートの学士だったとはな。峰沢譲、お前も帰宅部に入ったのか。どこまでも気に食わない奴だな。ミュウが一緒のはずだ。どこにいる？駅前から追ってきたんだ。一緒にいるのは分かってんだぞ。へえ、さっきのライブにいたのか。どうだったよ皆さん、俺の人気にビビったろ。お前がどんだけ顔に自信があるか知らねえが、俺はお前より性根も腐ってなければお前よりはるかに持ってるからな。たまみろ。何が言いたいんだこいつ。イズル先輩より自分の方がすごいってことじゃないですかね。どう見ても人気だったのはミュウですけど。かなり恨まれてるらしいな。あいつに何かしたのか。いや。それから帰宅部、お前らだよ。そいつの透かした顔を見ないで済むように少年ドールのことを教えたのに、余計なことしやがって。はあ、お前もこの顔がそんなに気に入らないのか。それとも欲しいのか。欲しければいつでもくれてやる。お前の顔と交換させてやるから、ミュウに合わせろ。うわ、すんごいセリフ。普通自分の顔交換してやるなんて言わねえよな。こいつら顔に対して何かあんのか。バカにしやがって。お前のそういう無神経な態度が気に入らねえんだよ。無神経だと？ミュウに会いたきゃ自力で来てみやがれ。お前に傷つけられた人間の恨みを思い知らせてやる。デジヘッドです。おい待てよ。くそ、邪魔すんな。ひとまずこいつらを何とかするぞ。始めようか。手加減はなしだ。やるか。余計な時間を潰したな。やろ、逃げられた。自力で会いに来いとのことだ。行こうか。でもなんであそこまでイズル先輩に突っかかるんだろうね。本当に何もしてないの？身に覚えがない。どうせ花から覚える気ないんでしょ。まあまあ、さあズバッと追いかけてバシッと捕まえちゃった。